星合いの空は、赤根和樹原作、監督、脚本、エイトビット制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2019年10月から12月まで TBS テレビ、アニメリコアほ他にて放送された。本作では、廃部寸前の男子中学ソフトテニス部を舞台に、ソフトテニスを通した様々な思いを胸に抱く少年たちの青春ストーリーが描かれる。 主人公の二人をはじめとして、主要人物の多くが、家族の性格や家庭環境に何らかの問題を抱えており、本作における重要なテーマの一つとなっている。タイトルは、県令モーイング教大部集に収録されている和歌、何事も変張りは手塗る、世の中にちぎりたがわぬ、星合いの空から由来している。和歌のわけは、すべてが変わり果てた世の中になっても、 七夕の剣後と織姫の下王瀬の約束は違えることはないだろうという恋愛の歌であり、星合いの空は七夕を意味している。天空のエスカフローネ、ノエインもう一人の君へ、コードギアス王国のアキトなど SF やロボットものを多く手掛けた赤根和樹が新しいチャレンジとして廃部寸前のソフトテニス部を舞台に男子中学生の群像劇を描く。題材として、 ソフトテニスを選んだのは、監督の赤根が、経験者だったこと。ソフトテニスは、中学生の競技人口が一番多く、高校生になると半減。大人は、ほとんどやっていないところに、思春期の感情と同じだと思ったからだという。キャスティングは、テープ審査で行われた。天野五木役の松岡義継は赤根が以前仕事した、時、うまいなぁと思ったので決め打ちになった。 放送終了後に更新された赤根和樹のツイッターでは、本来は全24話の構成で放送する予定だったが、放送半年前の2019年春に12話のみの放送に変更された経緯が語られている。星合いの空自体は2年以上の期間をかけて制作してきた上に、変更の決定が直前過ぎたため構成を変更することもできず、そのまま当初予定していた。 最初の12話を放送した。残りの12話に関しては、すべてが未定であるが、茜和樹はその後のツイートで続編を作りたいという、願いと物語の完結に対する意欲を語っている。茜は2020年の秋葉総研のインタビューで、放送前に、スポンサーの交番や赤に声をかけたテレビ局の、プロデューサーが移動したこと、日常的な動作を描けるアニメーターが少なくなり、 制作が難航したことを打ち切りの理由に挙げている。放送終了後の2020年1月に公式ツイッターにて本編終了後を描いたメモリアルとなる PV の制作が発表され、5月20日に最終話から2年後を描いた星合いの空スペシャルファンムービーが公開された。中学二年生のカツラギは母親と引っ越しして心し上南中に転向。 幼馴染みだった、新城周馬と再会する。男子ソフトテニス部で部長している、ヒーラギマコトは、廃部の危機を乗り越えるべく奮闘、運動神経のいい松地乃とに目をつける。だが、母子家庭の松地乃とは家事で忙しく、入部を一周。ヒーラギマコトから、入部してくれたら月1万円、試合に勝ったら1万円、合計4万円金を払う、という約束で、松地のとは、 ソフトテニス部に入部。夏の大会で最低一勝することを目標に、二人はペアを組むことになる。ソフトテニス部の部員たちは、松地のとの入部に冷ややかだったが、松地のとの波外れた運動神経やセンス、ペアを変更するアイデアに次第に乗り気になり、練習に取り組むようになる。顧問の桜井も、後輩のつてで競合、三崎学園との練習試合を組むなど、部活に、 積極的に関わるようになる。部員たちはそれぞれ親子関係に事情を抱えていた。夏季大会予選前、曽我羽は父親と口論になった際、階段から落ちて右腕を骨折、竹野内慎吾とのペアでの出場を断念する。予選が始まり、仏林太郎、天野いつき、石上太陽、月の世事顔ペアは一回戦で敗退するも、真白。 カツラギペアは、旗の丘中の草壁ジョイを破り一生を果たす。続く2回戦、3回戦と勝ち進み、5瀬せの陸、9ペアには肉薄したものの敗退。それでも、部員たちはこれまでの検討を喜び合う。ヒーラギ誠は、兄の両親に電話で、試合結果を報告しようとするが、電話に出たヒーラギ誠の母親は、龍馬を連れて離婚すると告げる。 しかし帰宅した松地野とは、離婚した父親が家を荒らしたことに思い詰め、包丁を買って父親のアパートに向かう。男子ソフトテニス部部員は2年生のみ。数年前までは全国大会に出場するほどの強豪だったが、現在は4年間一度も公式試合に勝ったことがなく、女子にも負けるほどの弱小チーム。生徒会長の提案で、 夏の大会で最低でも一勝しなければ、敗部となる危機を迎えている。入部した、カツラギシンを乗れのアドバイスにより、ペアの変更を行ったことから一転し、競合コートの試合にも好結果を得て、前向きに練習を行うようになっていく。女子ソフトテニス部全国大会にも出場した競合で、部員も多い。 その他の生徒、教師エンディングのダンスシーンは、既存のオリジナルダンス動画に類似していると指摘され、2019年10月23日に、当事者の踊り手二人はツイッターで、比較動画を投稿し、振り付けの無断使用ではないかと訴えた。翌24日、制作委員会は、事実関係の確認中と公表。制作局である TBS は、踊り手に対して、 振付を使用したと謝罪し、一部はまだ調査中、としていた。同31日に制作委員会は、公式ツイッター上で、踊り手二人に謝罪し、協力関係を築いたことを報告するとともに、以後は、エンディングのクレジットに、振付協力として踊り手二人の名前が、掲載されるようになった。その後二0二0年一月十一日、公式ツイッターにて、当事者の一人である、 メロチン氏へ改めて以来打ち合わせを行いエンディングアーティストであるアイキ氏とのコラボレーションを計画中であることが発表され3月19日にメロチン新規振付によるアイキメロチン踊ってみたコラボ映像星合いの空スペシャルコラボレーションムービーが YouTube にて公開されたなお星合いの空スペシャルコラボレーションムービーでのメロチン氏の新規振付は その後、星合いの空スペシャルファンムービー内で改めて使用されている。ありがとうございます。